力の集中も申し分ない。二人ともだいぶ様になってきたな。だが実戦は千変万化、そううまくはいかんぞ。来なさい。ブワー、な？な？じゃねえよ。ずりーよ、じいちゃん。ほんと、パワー発動のタイミングでカウンターだなんて。集中力が足りんから、ビジョンと体が分離する。ウロボロスの真の力を引き出せれば、攻防一体。いや、お前たち自身と一体になれる。で、その真の力とやらは、誰か引き出せたことがあるのか？いや、やっぱりおじいちゃんでも無理だったの？わしの両親は結構いい線まで行ったという話だがな。あの写真の人？ひいじいちゃんとひいばあちゃんだろ。もううんと昔の。だからだぜ、シティのみんなからバカにされてるの。嘘、そうなの？時代遅れだってさ。不安定なウロボロスパワーなんかよりブレードの機能を増幅させる新式のアンプの方が流行ってんだぜ。今じゃ誰もウロボロスパワーなんか使わねえよ。バカになんかされとらん。何か古いことをやってる人たちだなぁと思われてるだけだ。それをバカにされてるって言うんだよ。なっとらん。今のシティがあるのは、昔ウロボロスの力を得た人たちがメビウスと戦ったからこそ。そのおかげで多くの兵士たちが解放されて集まってこのシティができたでしょ、うん、もう何十回も聞きましたね。子守歌代わりにな、勘弁してほしかったぜ。忘れちゃいないよ、父さんと母さんが15年前のメビウスとの最後の戦いで亡くなったこと。うん、だからこそこうして平和でいられることもね。分かってるならそれでいい。諦めたらそこで終わりだからな。ああ。ナイル！お、平和の象徴襲来。やっぱりここにいた。またジージとバトルしてる。ダメだよ、お昼の後ピアノ弾いてくれるって約束したのに。ああごめんごめん、もう少ししたら行くから。もう少しじゃダメ、今。はいはい、わかったから。もう何の曲がいい？ガウルヘーゲン、君との未来、ライゴーアルティメット。それ全部？全部。仕方ない、じゃあ順番ね。やった。心配すんな、守るよ、どんなことがあっても。